皆さんようこそ、記念すべき J ストア第1回バリスタカップファイナルです。バリスタカップは、J ストアのバリスタたちが日々のオペレーションやサービス、コーヒーについて成長し続けていくために始めた取り組みの一つです。それぞれのバリスタに与えられた時間は、晩調整時間10分、競技時間20分間となります。本日はエスプレッソ、カプチーノ、ラテ、フトシグニチャードリンクをそれぞれ作成していただき、その抽出技術と味覚を審査いたします。では準備できたらお知らせください。はい、お願いします。池尻二丁目店の久保田修平です。本日はよろしくお願いします。本日ご紹介させていただくお豆は、アフリカ産のケニアというお豆です。スターバックスでは一般的には柑橘系の酸味だったり、ワインを思わせるような上質なコクなどと表現されたりしますが、私が感じたのはプルーンやカシスを思わせるダークでアレ感のある果実感、ダークチョコレートを思わせるようなコクと甘さの余韻でした。玉川三丁目店のバリスタ中野翔太と申します。自分が向き合い続けてたエスプレッソを少しでも、今日はたくさんの人が来ているので感じて、 J ストアのエスプレッソを感じていただけるような時間にしていきたいと思います。お客さんにもっとこの今得た知識などをちゃんと伝えられることによって、よりスターバックスとしてのエスプレッソへのエクスペリエンスっていうものをもっともっと普及させていきたいなと思います。 J ストアみんな、そしてスターバックス全体としてコーヒー業界をもっともっと盛り上げていきたいなと思います。代表は五丁目店の庄司美幸と申します。で、今日使用させていただく豆はエスプレッソロースト。私はスターバックスで初めてエスプレッソを飲んだんですね。で、それを私も初めて飲んだように、初めてのお客様がそのエスプレッソを飲んで美味しいって感じていただけるものを出せたらなっていう思いで、今日は挑戦させていただきます。今日は私はガテマランテガを使ってドリンクを作成していきたいと思います。スターバックスのガテマランテガは他社のものに比べて少し深入りなので、エスプレッソで抽出した時に本当にチョコレートのようなすごいコクが出るのが特徴です。大様に来てくださるリカフェご注文されるママさんや、セカンドミーを毎月楽しみにされているコーヒー好きの方まで、このエスプレッソでも美味しく出来上がることを目指して作りました。はい、始めます。池尻二丁目店カメラ企画所です。よろしくお願いいたします。僕は今日はケニアのコーヒーを使ってエスプレッソ4種類をご用意してまいります。イグニシアビバレッジでは炭酸を使ったドリンクをご用意いたします。今回使用している材料は全てインスパイアドの店舗か通常店のレギュラー店舗にあるもののみを使用しています。そうすることで材料がシンプルになり、よりカジュアルにお客様にも伝えやすくなるということ、今回はあえて材料を絞りました。このドリンクは3度変化が楽しめるドリンクになっております。その楽しみ方をいろいろ提案していければなと思っております。以上です。終わります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日はインスパイアドならではのクリスマス体験を皆様に楽しんでいただきまして、クリスマスブロンドローズのでエスプレッソ、カプチーノ、ラテ、そしてシグネチャードリンクを作っていきたいと思います。最後の一手間を加えていただいて、お手伝いいただいて完成させるようなドリンクを作りたくてこれにしました。以上です。ありがとうございます。それではお見せさせていただきます。杉本理恵さん、おめでとうございます。直前まで本当にできなかったのは私だし、ちょっと感極まり